天狗天一郎の全日本入りを今日正式に皆さんに発表させていただきます。今後とも皆さんのご支援を心からお願いいたします。挨拶いたします。よろしくお願いいたします。今日、社長と、まあ、この席に来て正式に全日本プロレスに入ることに決定しまして、これからは、全日本プロレスの一員でありますので、全日本プロレスのレスラーの人たちと、一生懸命協力して全日本プロレス発展のために少しでも尽くしたいと思いますのでよろしくお願いします。それではインタビューに入りたいと思いますけど、代表質問で東京スポーツセレブレーションの山田運動部長から、その後皆さんからの、まあ、総括的に山田さんからインタビューを確認いただいて、同期その他、まあ、資料をいただいたんですけれども、小さな頃からプロレスが好きだというような興味を持っておられたということなんですが、自分でプロレスラーになろうかなというような気持ちを持たれたのはいつ頃のことですか？子供の時はまあただ相撲とね並行してスキーだった一緒に見てたんですけど、レザーになろうっていう気が最近ですね、もうはっきりした形でね、初期のとして選ぼうと思います。今年に入ってから、そうですね、その動機みたいなものは直接的なものがあるんですか？相撲でも一応13年やってきましたしね、何か自分の若いうちにできることを作って、ね、でプロレスという形でやってきました。プロレスについての知識というのは、まあ、小さな頃から好きだったというぐらいだから、かなり持っておられますか？そうですね、やっぱり他の人と同じで新聞とかどうだろう、得た資料だけですからね、まあ、これからまた入った時点でね、いろんなことも出てくると思いますけど、そこら辺のところは自分で確保してるつもりですから、ね、まあ、もちろん相撲を13年間やってこられたわけですし、はい、肉体的なそのものっていうのは自信はもちろんあるわけですね、はい、自分ではまだ今日スタートしたばっかりで、こういう質問はどうかと思いますけれども、どんなタイプのレスラーになりたいなっていうことは考えてますか？そうですね、やっぱり歴代のチャンピオンの人を見、技とかね、ああいうのを見てて、何か引きつけるものがあることは確かですからね、そういう歴代のチャンピオンの方たちの、まあ、よく言えばいいところが少しでも吸収したいです。やっぱり日本には力道山という大先輩いますからね、まあ、あの人の形を取ったらね、何かこうアピールするものがあるんじゃないかと思ってことは思ってますね。全日本プロレスを選ばれたという理由は何かありますか？そうですね、主流だと思ってますからね、プロレスのプロスタイルの主流だと思ってますから、やっぱり主流に入ってね、その社長が組んだ、プロデュースしてくれたことをね、一つ一つ紹介していけばね、必ず自分に対してプラスなものが出ると思ってますから、それで選びました。今までプロレスの試合は何回かご覧になったと、それでテレビなんかもかなり見ておられますか？もう自分で入ろうって気持ちが高まってから、もう欠かさずに、
まあ、先ほどの話に戻りますけれども、そうするとまあ歴代のチャンピオンのいいところと、まあ一口にして言うとデフィニッションタイプのレスラーになりたいというふうな聞こえたんですが、どんなものでしょうか。そうですね、デフィニッションもいいですけど、やっぱりジャンボ鶴田君なんかテクニックはもうはるかに自己より上だと思ってますからね。彼にない部分をね補っていくような形で、自分が13年間相撲をやってきたということで、相撲の中で得たものを生かしていくというようなことになってます。この大きな体ここまでしてもらったのはね、相撲社会の13年間いたおかげですからね。この体を生かしたものとしてね、自分はプロレスを選んだわけですからね。これからのことはやっぱりいろいろ社長とかね、人に、まあ、教えてもらったりして発展していこうとしようと思います。それでまあ、この前ですね、まあ、廃業届を出される前後、いろいろまだ近辺で整理しなくちゃならないことがあるというようなことを言われてますけれども、もう今日この発表ということで、もうすべて近辺の整理はついたというふうに解釈していいですか。結構です。もう講演会その他の問題ありませんか。そうですね、一応調べるところにちゃんとありました。いよいよ蔵前決